あの鳥の迎撃ポイントは決まったの？クリウスを狙うなら必ずここを通るはずだ。この谷で奴を迎え撃つ。必ず止める。これはよかった。鉄火団のみんなが戻ってきてる。橋までの進行が早い。ペシャール歴史にまたズレが出ちゃう。全速力で追って。招待長、2番隊モビルアーマーの足を止めてください。手をどうじゃねえ。頼りにしてるよ筋肉隊隊長。招待長さんもマットで追って。ブレイクミッションでも見るだけだったけど、これが橋まで。無人機のこんな機動性が。ユノ、距離か。友人たちが警告を爆破する仕掛けをしてる。2番隊を中心にその時間を稼いでくれ。ここは任されたぜ隊長。了解です団長。行方不明だった時オラオラとした決まっていくぞ。敵の注意がこっちに。え、攻撃。これぞ正義の一撃。なんでそっちから。進路が変わっちゃう。そうだ、あのご当主様にいたんだった。よく様め、バカは死んでも治らない。団長、モビルアーマーの進路変更。なんだと。余計な攻撃で南東へ移動中です。南東だと。農業プラントがありやがる。ミカ、今さら迎撃ポイントは変えられねえ。なんとかし、この先が農業プラントね。三日月くんは今向かってる。鳥の耳だ。ミカ、アキロを行かせる。そこは獅子だ。分かった。なんだこれ。マルバトス。まさか機能不全。何？おい、ミカ。俺は平気。でもあの鳥を見てからバルバトスの言うこと聞かなくなった。サクラ、どういうこと。ガンダムフレームにちょっと問題。仕方がねえ、俺がおとりになる。ダメ、アキールくん。想定より足が速い。爆破は間に合わないよ。ああ、シノのフラウロスを使う。乗れましろ四代目流星号。行くぜ。うなれギャラクシーキャノン。Thank you.
情があればお前は。俺が俺に言ったよね、最短で行くって。それとこれとじゃ話が違う。第一そのためにお前が犠牲になるんじゃ。何を言ってるの。俺の命はもともとオルガにもらったものなんだから。俺の罪はオルガのために使わなくちゃいけない。ミカ！大丈夫、バルバトス。叱ってやるからもっとや。